はい、ナマスカラ。このビデオは、TTC の B コースのビデオですね。はい。もうこれ繰り返しになりますが、このビデオでは何回も言っていますが、今の教師の役割は知識を伝えることではありません。これを言っていることの、人の中で多分一番有名な人はですね、このビゴツキーっていう人ですね。ビゴツキーは厳密に言えば科学的観点に立てば他人を教育することはできませんと言っています。そして教育は生徒自身の経験を通して実現されます。その経験は完全に環境によって決定されるものであり、そこでの教師の役割は環境を組織すること、規制することにあります。というふうに書いていますね。はい。実はインドでもですね、結構同じようなことを言っている人がいます。スワミ・ヴィヴェカンナダさんという方ですね。この人も、外の先生は、あと、それと中の先生がいるっていうことですね。で、大事なのは、このインターナルティーチャー、っていうふうに書いてありますね。インターナルティーチャー。これが大切だというふうに書いています。はい。で、今日やることは、この、学習者コミュニティですね。はい。つまり、知識を伝えるのではない。じゃあ、何をすればいいのかっていうと、学習者のコミュニティを作るということ。はい。じゃあ、まず、コミュニティとは何でしょうか。例えばね、こちらを見てください。この図では、この青い部分にみんながつながっていますね。赤い部分がね。だけど、赤い部分はつながっていません。これはコミュニティとは言いません。でも、こちらは、青い人にもみんなつながっていますけど、赤い人同士もみんなつながっていますね。これがコミュニティと言います。じゃあどうしてコミュニティが必要なのかっていうと、まず動機づけ、モチベーションですよね。他の人が勉強しているのを見ると、自分も勉強しようと思うようになります。それから質問もしやすくなります。先生に質問するよりも同級生に質問する方が簡単ですよね。はい。あと、同級生の方が数が多いから、質問の答えが早くわかることもあります。あと、メールが来てませんとかね、そういう学習者がいなくなるので連絡が確実にできますね。それから勉強が続きます。その先生がいなくなってね、卒業して先生がいなくなっても、友達との付き合いはずっと続きます。そして勉強を続けることができますね。そして先生も楽になります。なんでかっていうと、同じ質問をたくさんの学習者からし、あの、質問されなくなるんですね。そうすると、そして学習者も教師に質問するのではなくて、コミュニティに質問するようになります。はい。じゃ、どんな、ツールがあるかっていうと、まあ皆さん WhatsApp はご存知ですよね。あと、Slack と Discord っていうのがあります。これとても似ていて、両方とも、一つの、グループの中にたくさんのチャンネルを作ることができるんですね。これ学校が使うのには向いていると思います。あと、Google スペースっていうのもありますね。これはタスク管理とかもできて便利ですね。あとは、この LMS、学習管理システムの中で、チャットのようなものをすることもできます。はい。じゃあ、コミュニティを具体的にどうやって作ればいいかっていうとですね、最初はですね、WhatsApp とかでもなかなか皆さんは自分、あの、うん、学習者は自分から投稿しないですね。なので、最初は先生が一方的に投稿するといいです。授業について投稿するのもいいですけど、学習者について、この人はこんなに素晴らしいですね、と。この人の課題はとてもいいですね、というふうに、褒めるのは、コミュニティを作るのにとても効果があります。あと、授業の時には、先生がみんなに話すんじゃなくて、学習者同士の小さいグループをたくさん作るんですね。そうすると、お互いに話す機会が増えます。それから、スラックとかディスコードを使う場合はですね、雑談用のチャンネル、つまり授業とは関係ないチャンネルを作って、先生もそこにたくさん投稿するのがいいと思います。今日の昼ご飯これを食べましたとか、そういうことでもいいですね。はい。それから、Zoom とか、Google Meet ではですね、チャットを自由に使ってもらう。で、特にこのプライベートチャットも、大歓迎。そういうのがいいと思います。はい。繰り返しますけど、今の先生の役割は知識を伝えることではありません。このビデオでは、学習者のコミュニティを作る、そういうことについてお話ししました。フィルミレンゲ。